ちなみに届いた荷物の中で一番楽しみなのは実はこれです。皆さんこんにちは、ひろげです。はい、僕は2月の末から3月の頭まで徳島に帰ってました。そして徳島に滞在している間の荷物と徳島で買ったものを合わせたら机がえらいことになりました。いやー、これは届きすぎたのと買いすぎたかなって思います。そもそも3月の頭にプレバンやアマゾンで予約したものが一気に来たということで、結構な量になってるのと、あと徳島のトイザラスやイオンモールで結構レゴが安売りしてたので、それ買って出たら机が結構えらいことになりました。とりあえず僕が徳島県にいる間に何届いたのと、あとは徳島県とかで買ったものを紹介したいと思います。ちなみになんで徳島に帰ったかというと、就職活動やインターンシップで帰りました。もう今年に関しては本当に大事な1年なので、インターンシップや会社説明会はもう真剣に受けました。で、結局僕どうするのかというと、もう徳島に帰ります。これ結構ツイッターとかで言ってるんですけど、僕かなり、ホームシックで、徳島から京都に戻るときもいつも、もう京都戻りたくないな、みたいな感じになって、もうそれが、1年生から2年生までずっと続いて、やっぱ僕本当に徳島県じゃないと向いてないかなって思って、もう3年生のときにもう徳島に就職しようって決めました。まあ結構話が長くなりましたが、今回は僕が地元で買ったものと、僕が地元に帰ってる間に届いた荷物を一気に紹介します。まあとりあえず一番気になるであろう後ろのでかいレゴクラシック、これから見せます。はい、まずはこちらのレゴクラシックです。ちなみにこちらは神戸のコストコで買いました。で、お値段がもうすごい衝撃で、一般のレゴのセットって1000ピース入ってで、ほぼ1万円ぐらいするんですけど、こちらのレゴクラシックなんと1200ピース入って4000円で買いました。もうこれはすごいお得だったので速攻で買いました。で、クラシック以外にこちらも買いました。忍者号のカイのジェットロボだったかな。ちなみにこちらはコストコで1980円ぐらいで売ってました。前々から忍者号に関してはあんまりわからないので、ね、まあスルーしてたんですけど、どうしてもこのカイのジェットメカがめちゃくちゃかっこいいので、ジャケ買いということでこれも買いました。ちなみにこちらは2個買いました。はい。これ何がすごいかっていうと、このロボモードからこちらのジェットモードに組み替えるというところがもう本当になんかかっこいいなって思って購入しました。そして地元のトイザラスでこれを買いました。はい、こちらレゴクリエイター宇宙探査ロボです。新しく発売されたレゴクリエイターで、これもすっごい期待してます。去年はロボ系なかったんですけど、一昨年の海中探査ロボが相当良かったので、この宇宙探査ロボも相当期待してます。ちなみにこちらも2個買いました。はい、トイザラスのポイントカードが500ポイント貯まったので500円引きでお得に買いました。そしてうちの地元のイオンでレゴドッツが叩き売りされてたので買いました。お値段1個300円です。いや、これは安い。で、あとはトイザラスでミニフィギュアシリーズ21も買いました。ちなみにこちらはコメント欄を見てサーチで買いました。サーチして買ったので、ケンタウロスとスペースポリスが絶対出ると思います。はい、ではここから僕が徳島にいた間に届いた荷物を紹介します。とりあえずまずこの一番小さいこれから見ましょう。ちなみにこれ何かというと、はい、こちら、はい、こちらプリキュア式シアートのメモリアルセットが届きました。いや、これはもうずっと待ってた。あ、そうそう、僕ヒーリングとプリキュア年内通して見たんですけど、めっちゃめちゃ面白かった。いや、もうなんか新しい終わり方でなんかすごい面白かったのと、あとやっぱキュアグレースの声の人がもうすごい好きだったので、もう余計ハマりましたね。ということもあって色紙アートのメモリアルセットが欲しくなったので買いました。そしてプレバンからの荷物はこちらもあります。この大きい段ボール、ちなみにもう買ったものは覚えてるので開けます。ちょっと、おお、うわあ、結構なんか思ってたより箱小さいな。とりあえず全部で3つ届きました。1つ目は、はい、こちらです。はい、こちらコンプリートセレクションモディフィケーションのコアメダルエクストラです。僕仮面ライダーの中でウォーズが結構好きなので、もうこれは絶対買うしかないだろうって思って買いました。で、次は、はい、こちらです。はい、ついに来た。こちらも同じコンセレのセルメダルです。もうセルメダルも発売されるんじゃないかなって思ってたんですけど、本当に発売されました。いや、もうこれは嬉しい。そして最後はこちら、
はい、こちら大メダルホルダーです。これで4つ目です。はい内訳を話すと、1つはデラックス版で、2つは CSM 版です。セルメダルを収納するということでこちらも買いました。じゃあ次はこちらの段ボールを開けます。ちなみにこちらは徳島に滞在してる間にポチったものです。何買ったかというと、はい、こちらです。はい、プリキュア式シアートの第4弾です。第4弾は、まあ、正直買うつもりなかったんですけど、新しく放送されたトロピカルージュプリキュアがあまりにも面白かったのでこちらを買いました。ちなみに僕はローラーが好きです。今のところ第1話で人間なんて王女様になるための捨て駒よって言ってたのが、なかなか癖のあるキャラクターで面白かったのでハマっちゃいました。はいちなみにこちらは、はい、2個買いました。色紙アート2個買ったらほとんどコンプリートするので、まあ一応今回も2個買いしました。はい、では最後はアマゾンから届いた荷物を開けます。ちなみに届いた荷物の中で一番楽しみなのは実はこれです。では開けます。いや、もう僕これのためにもう1年間ずっと頑張ってきたので、これは2ヶ月遅れの1年間頑張った自分へのご褒美です。で、段ボール開けると、わ、また段ボールある。はい、こちらが届きました。何が入ってるのかというと、紙があるよし、ではこの紙をどかします。せーの、よっと、あれ見えない、こ、あれ、おー、切った、やったー。これ結構プチプチで見えないんですけど、これはダラヤスのコズミックリベレーションです。ちなみに僕は特装版買ったので特典がめちゃくちゃ入っております。よっと、まずこれは何かというと、はい、こちらはダラヤスのエクストラバージョンメガドライブ用です。そもそも僕メガドライブ持ってないんで、これ結局無駄なんじゃないかなって思うんですけど、僕はこれコレクションに取っておきたいので買いました。おお、おお、なんかすごいな。で、これを開けると、あれ、あれ、硬い、うわ、やだ、おお、すごい。中にはメガドライブのカセットと説明書が入ってます。とりあえずこれはもう大事に保管するとして、このコズミックリベレーションを開けましょう。もう、よっと、おお、すごい、おお、うわー、かっこいい。ちなみにこちらのダラヤスコズミックリベレーションは G ダラヤスとダラヤスバースのアナザークロニクル EX を収録されたソフトです。ちなみにスイッチバージョンとプレステ4バージョンがあったんですけど、僕はスイッチ版を買いました。はい、ということで徳島で買ったものと僕が徳島にいる間に届いた荷物を一気に紹介しました。これは本当に嬉しいです。はいちなみにレゴとプリキュア式シアートは動画にしますが、ダラヤスと大メダルはプライベートで開けます。いや、もう今年に関しては本当に勝負の1年なので、もうこれを機にめちゃくちゃ頑張りたいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー、イエーイ